見てください社長さん、船ですよ。それもこんなにいっぱいです。私たち今から本当に海に出るんですよね。アヤラさんには感謝しかありません。セントイリス育ちの私は海洋冒険小説でしか海を知らないので、今回の釣りのお誘いは本当に嬉しいんです。あ、車掌さんにクイーンズウェイ、こんにちフィッシュ。あ、ほらこっちこっち。昨日出したじゃん。他に書くことなんてないってば。これ以上はアヤラの頭じゃ無理。まあまあ車掌さん、後で私がちゃんとした書き方を教えておきますから。クイーンズウェイ、ありがとう。マジで助かるよ。こりゃもう今日は最高の海釣りにしなきゃだね。というわけで、これがアヤラの船。とってもかっこいいです。でしょでしょ。この色使い、海の女神を模した選手、そして様々なカスタマイズが施されたアヤラの最高な船だよ。わかります。羽橋のような乗降口といい、何かを巻き上げる滑車のギミックといい、とっても機能性に優れている感じがします。ミストトレインも素敵ですが、こうして間近で見ると船もいいですね。ジュルリ、お、クイーンズウェイもアヤラの船の良さを分かってくれるんだね。この船底の設計が最高で、めっちゃパワーって進むし、トアミ回収の滑車も滑らかで、魚もギョギョッとするくらい取れるんだよ。しかもどっしりな感じで頑丈そうです。嵐もズドバッと切り裂いてシャキーンと進めそうですね。もちろん、どんな天気だろうがどんと来い。おーって言って、おりゃーってやれば、ピッチピチのフィッシュがドッバドバでウッハウハよー。はい、今からドッキドキのウッキウキです。みんな大変だよー。プトラ遅い。このまま海に出るのはもしかしたら危険かもしれないよ、みんな。一体何があったっていうの、プトラ。出たんだよ、海に。何？巨大魚とか？うん、そんな生やさしいもんじゃない。ナンパシだよ。許せないね。なんとかしないと。このままじゃフレイマリンの女性漁師たちがご飯食べられなくなっちゃう。それに海の上という逃げられない場所で強引に誘うというのが許せません。まったく、魚じゃなくて女の子を釣ろうだなんて、海と魚に対する冒涜だよ。だね。だから私たちで不届き者をなんとかしないとね。でも海は広いですよね。どうやって見つけ出せばいいのか。聞いてる感じだと魚を取ってたら出てくるみたいじゃん。ならアヤラたちも魚を取っていれば向こうから出てくるんじゃないかな。だから当初の予定通り釣りしようよ、みんな。釣り？私実はほとんどやったことないんです。教えてくださいますか、アヤラさん。任せて。まずは餌をつけた釣り竿をポーンと放るでしょ。そしたら待つ。先に動いたら負けだからね。なるほど、相手の動きをよく見ろということですか。そしてゴの線を取る。剣術に近いものがありますね。そう、
相手に食いつかせて一撃で仕留めるの。それができなければ負けだよ。負け？死ぬってことですね。違うよ！騎士として危険な敵を前に一撃で仕留められなければ次の瞬間にはこちらが致命傷を負ってしまいます。アヤラさんはそんな生死をかけた真剣勝負であることを私に教えてくださっているんですよね。そういうこと。釣るか釣られるかそれしかないんだよ。ほらちょうどそこに大きめの魚の影が見えるから思い切ってやってみなよ。わかりました。命をかけてやります。さすがセントイリス騎士団。釣り竿の握り方も振り方も全くもってよろしくないと思うんだけど。難しいですね。すぐそこに魚影が見えているというのに。じっと我慢だよクイーンズウェイ。逃がしません。鶴の怨念返し。やりました。皆さん魚仕留めましたよ。違う、それ釣りじゃなくて狩りだから。てか一刀両断したらダメでしょ。ちゃんと仕留めたんですが一体何がいけなかったんでしょうか。全部だよ。釣り竿を手放したことも剣を抜いたことも大技ぶっ放したこともクイーンズウェイが今海に浮いてることも。でもやる気は十分みたいだしすぐに上手くなるって。大丈夫かな。早いとこたくさん釣らないとナンパ師も今日は諦めちゃうかも。ふふふ、皆さんお困りのようですね。ねえパディントン、ここですよ皆さん。問題あるところ私あり。お待たせしま、パディントンの船すっごい速さだったよ。何あれどうやってんだろう、超楽しそう。きっとお歌が好きな発明家のおかげだと思う。乗ってるの見えたし。お、やっと戻ってきた。お待たせしました皆さん、私です。ヨシノです。急遽結成入れ食いシスターズです。海といえばお魚さん、お魚さんといえばごちそう。私も辛抱できずにやってきちゃいました。面白そうだから吉野もメンバー入りしたんだよ。というわけでアヤラたちの船に追いつく発明をしました。その名もジェットモーターのモータローくん。こんな形の羽がくるくる回るんだ。すごー、音もすごー。もう一つ作ったからアヤラにあげる。ジェットモーターのモーコちゃん。モータローくんとは友達以上宿敵未満の関係です。いいの？ありがとうヨシノ。それでヨシノとパディントンは魚取るの手伝ってくれるってことでいいんだよね。もちろんです。今こそ私の巫女の力が役に立つ時。さあ見ててくださいね。お魚さん、お魚さん、私はここです。おお、パディントンからオーラが。嘘、本当に魚群が来てる。みんな釣り竿、いや、とわみを持って。いえ、まだです。もっともっと呼んじゃいましょう。
パディントン、もう十分じゃないかな。いえいえ、まだです。どうせならこのお魚さんたち目当てにやってくるもっと大きなお魚さんを取りましょう。来ました。狙い通りです。おお、大きいクジラさん。しょ、大きすぎるし、クジラは狙ってないって。うん、これはもしやギャルゲイ。知っているの、アヤラ。港に伝わる昔話では、ずっと昔からこの辺りの海には恋に生きる巨大なピンクのメスクジラが出るっていうのがあるんだ。まさか本当にいたなんて。へえ、じゃあそれを見ることができた私たちはとってもラッキーってわけですね。うん、最大の特徴は大きな船を押すと思い込んで猛烈なラブアタックを仕掛けるということ。え、パディントン、ヨシノ、そっちの船ギャルゲイさんにめっちゃ見られてるけど。はわわ、ヨシノさん逃げましょう。ジェットモーターお願いします。ガッテン。それでは皆さん、あとは頑張ってください。アイドペーパー。この二人、一体何しに来たんだろう。フィッシュ、フィッシュ、フィッシュ。おお、さすがアヤラ、バカスカ釣ってくね。今日は特に調子が良くてね。でもプトラもクイーンズエもなかなかのもんだよ。釣れた数より待ってる間に作ったギャグの数の方が多いけどね。あ、クイーンズエ動かないでってば。プトラさん、そんなに私の剣をロープでぐるぐる巻きにしなくてももう使いませんよ。いや、逃げる魚を見たらまた馬券して飛び込むから、うん、やっと服乾いたんだからもう禁止だよ。うう、馬券禁止なんて子供の頃に老いたした時以来で恥ずかしいです。まあまあ、今日は釣り竿を剣だと思って振りまくろうよ。クイーンズウェイめきめき上達してるしさ。そうですか、わかりました。今日は竿騎士として生きることにします。いや、そのネーミングはどうかと思う。お、なんか今変な男の人の声聞こえなかった？あそこです。出たね、ナンパ師。フィッシュしまくった甲斐があるってもんだね。特製ルアー気になる。ダメだよアヤラ、もらっちゃったらしつこくつきまとってくるんだから。でもとっちめるためにはそのくらい近づかせなきゃ。そうだけど。キャー、ルアーもらえるなんてアヤラ超嬉しい。いけない、いくらフラチモノといえどさすがに救助しなければだね。急いで助けに行こう。さっき吉野にもらったジェットモーターのモーコちゃんを取り付けてと。なにこの超加速、揺れる、落ちる。すっごーい。みんなしっかり捕まっててね。って、やば、減速できない。どうすんの。任せてください。昔海洋冒険小説で読みました。船を止めるときは怒りを下ろすと。おお、ク
クイーンズへ行ってば一人で怒り持ち上げられるんだ。やるじゃん。待って二人とも、こんなスピード出てる状況で無理やりに怒りなんて下ろしたら、てー、はい、すみません、すべて私が悪いんです。いや、いいってばクイーンズウェイ。船の制御が効かなくなったのはアヤラのせいだし、それにアヤラもあの状況で船止めようとしたら怒り投げ込むしか考えられなかったし、あの時はやばいって思ったけど、みんな無事だったんだから結果オーライ。それよりも船を直さなきゃ。じゃないとアヤラたちいつまで経ってもこの島から出られないし。というわけで、まずは壊れた船を探してみよっか。潮の流れ的に、もしかしたら他に座礁した船があるかもしれない。そこから資材をいただければ、木を切るより格段に早いから。なるほど。ではここは私が責任持って船探しを頑張ります。いや、探すのはアヤラがやるよ。クイーンズウェイとプトラは資材運ぶのを手伝って。アヤラさん、目をつぶって一体何をなさってるんですか？アヤラはね、船の声が聞こえるんだよ。かすかだけど聞こえる。いろんな声が混じってる気もするけど、多分あっちの方角だよ。みんな行ってみよう。これは随分とひどい光景だね。一体何隻がこの岩礁に流れ着いてるんでしょう。もう声の聞こえない子もたくさんいる。でもまだ声が聞こえる子もいるよ。みんな頑張ったね。今度絶対に助けに来る。だから少しだけ資材もらっていくね。よし、じゃあみんな早いところ必要なものを取って運んじゃおう。あれ、もしかしてこの声って。